今年のサマージャンボ宝くじは1等5億円が24本あり、前後賞を合わせると7億円が当たります。発売日の今日、大分市の売り場には早速夢を買い求める人がいました。実はこちら、先月抽選が行われたドリームジャンボ宝くじで4億円の高額当選が出た縁起のいい売り場。車買い直したり、家の周りをちょっと綺麗にしたりしたいなと思います。まあ買わんと当たらんけんね。抽選会は来月23日に大分市で行われます。ジャンボ宝くじの抽選会が県内で開かれるのは17年ぶりだということです。サマージャンボ宝くじは来月8日まで購入できます。